くるみさん、みーこさん、勝手な行動は慎んでください。前回に続き、私たちはいわばアリスガー学院の代表、顔として来ているのですから、それを踏まえて。春菜ちゃん、二人とも聞いてないみたいだよ。え、くるみちゃん、あっちに見たことのない出店があるの。本当だ。よし、じゃあ早速。お待ちなさい、二人とも。なあに春菜ちゃん、早く行かないと売り切れちゃうかも。会場は広いですし、催しのスケジュールも決まっています。無計画な行動は良くないですわ。昨日お渡ししたしおりは皆さんお持ちですか？これだよね。第2回 D4 フェスのしおり、春菜ちゃんが作ってくれたんだよね。はい、こちら丹精込めて作成いたしました。 D4 フェスが開催されている間はこちらのしおりに従っていただきますわ。これ分厚くて読む気にならないの。それではしおりの9ページ目を開いてください。本日の予定ですが、まずはメインステージにて他のユニットのステージを鑑賞。次に。あ、春菜ちゃん、ご質問は後で受け付けますわ。先に今日のスケジュールについての説明を。でもくるみちゃんとみーこちゃん行っちゃったよ。な、いつの間に。早く追いかけないとはぐれちゃうかも。本当にあのお二人は。行きましょう、みゆさん。うん。食べてしまっては昼食に差し支えてしまいますわよ。はい、みゆちゃん、たこ焼き、あんなの暑いから気をつけるの。え、暑い、でも美味しい。みゆさんまで。ごめんね、だっていい香りがしてお腹が空いてきちゃって。せっかく D4 フェスに来たんだもん、食べなきゃもったいないよ。前に渚さん、師匠に教えてもらった食べ歩きをするの。しかし予定では。こういうのも次のアリスガー音楽祭での参考になるんじゃないかな。お昼の時間じゃないのに出店があるってことは、その時間以外でも食べていいってことだと思うし。そうなの。だから春菜ちゃんも、あーん、あくおいしい。私、次は甘いのが食べたくなってきちゃった。あっちにクレープがあるみたいだよ。クレープ、ごっくり。仕方ありませんわね。これも次のアリスガー音楽祭のため。スケジュールを変更してしばらくは食べ歩きの時間といたしますわ。やった、私いちごのクレープがいいな。みゆちゃんは？私は、あれ、リリリリちゃん、マーメイドの皆さん、言うほどではありませんわね。先日はアリスガー音楽祭に参加していただいてありがとうございました。こちらこそ、呼んでもらえて嬉しかったよ。超楽しかった。あんなイベント企画するなんてすごくない？ああいうのもいいよね。また呼んでね。はい、ぜひ。春菜ちゃん、アリスガー音楽祭褒められて嬉しそう。
し。じゃあ T4 フェスが終わったらまたやるの？みんなで一緒にいろいろなところに行くなんて羨ましいな。ミーコも今度リリリリのみんなとしてみたいの。いや大変だよって思ったけど、あれってリカたちとだから大変だったのかも。でも結局沙織だって楽しかったでしょ。もし本当にやるならアドバイスとかするからいつでも聞いてね。はい、ありがとうございます。そうだ、私たちこれからルーキーステージを見に行こうと思ってるんだけど、リリリリも行く？そうですわね、ルーキーステージを。待ってください、もうこんな時間ですの？もうすぐメインステージにフォトンが出ますわ。マーメイドの皆さん、お誘いは嬉しいのですが、私たちはメインステージへ行きます。アリスが音楽祭に出てくれたし、フォトンのステージを見に行きたいね。はい、フォトンのステージは私たちのこれからの DJ 活動の糧にもなるはずです。さあ行きますわよ。まだクレープ食べてないのに。あっちのベビーカステラもまだなの。また後で食べに来よね。マーメイドの皆さん、それでは。じゃあね。わあ。アリス川音楽祭の時も思ったけど、フォトンの歌とダンスは本当にすごいの。会場との一体感も本当に素晴らしいですわ。どうすればこんなに盛り上げることができるのでしょう。あんなに踊れたら楽しそう。それに、ファンも多いみたい。さすがだね。アリスが音楽祭の時もフォトンのファンは多かったよね。プロとして活動しているからかな。え、あ、はい。ミーコたちのファン？嬉しいの、ありがとうなの。はるなちゃん、みゆちゃん、聞いた？私たちのファンだって。はい、こんな風に声をかけていただけるなんて。うん、びっくりしちゃった。勝ち負けがついちゃうのはちょっと苦手だけど、でもこうやってみんなのステージを見たり、何より音楽で盛り上がる D4 フェスはやっぱり好きだな。ミーコもなの。あと応援してもらえるのも嬉しい。明日のステージ頑張ろうね。もちろんですわ。うわー、疲れた。ミーコ、もう一歩も動けないの。フォトンのステージの後も他のユニットを見て盛り上がったもんね。ですが疲れている場合ではありませんわ。明日のステージに向けての練習もしておかないと。結局しおりの予定とは全く違うものになってしまいましたわ。明日こそはこちらに従っていただきますわよ。そしてフードエリアへ行くのは禁止です。ベビーカステラ食べたいの。クレープ、後で食べるって言ってたのに。ベビーカステラ、クレープ。ミヤさんまで。私たちは遊びに来たのではないんですわよ。ですから。でも春菜ちゃんだってクレープ、こっくりってなって一緒に食べようとしてたじゃん。それは次のアリスゴア音楽祭のためで。それは春菜ちゃんの建前なの。ミーコたちまで我慢しなきゃいけないのはずるいの。ずるいずるい。ねえ春菜ちゃん、せっかくの D4 フェスなんだもん。お勉強も大事だけど、ここはもう楽しんじゃおうよ。
われては。あら、どうしたの春菜ちゃん。あの方たちこっちに向かってまっすぐ歩いてくるようなのですが。あの方たち、はじめまして。あなたたちは？チューリップって可愛いお名前なの。リリリリから、それって私たちに？そんな、人にはあったけど、憧れてなんて。すっごく嬉しいの。ありがとう。遠慮なんかしないで話しかけてほしいの。ミーコたちも声かけるから。ルーキーステージに出るんだよね。すごいね。ステージ見に行きます。あ、でも春菜ちゃん、私たちのステージと時間が被ってたりしないかな。安心してください、ミユさん。私たちはチューリップスさんのステージの後なので大丈夫ですわ。春菜ちゃん、もしかして他のユニットがいつ出るか覚えてるの？可能な限り調べてしおりに記載しましたので。はるなちゃん、さすが。じゃあ明日絶対見に行くからね。うん、リリリに憧れてなんて嬉しいの。だねだね、嬉しくてニヤニヤしちゃうよ。今日の疲れもどこかに行っちゃったの。みゆちゃん、はるなちゃん、今から明日の練習するの。うん、練習しよう。明日楽しみだね。チューリップスのステージも私たちのステージも。ルーキーステージ盛り上がってるね。チューリップスの出番はもうすぐですわ。あ、今ステージに出てる子たち緊張してるみたい。こんな大きな会場、初めてだとドキドキしちゃうよね。前回の D4 フェスでは、私も緊張してしまったことを思い出しましたわ。チューリップスのみんなも大丈夫かな。もしかしたら今頃緊張しちゃってるかもなの。じゃあさ、声かけに行こうよ。緊張ほぐしてあげよう。うん、いいと思う。様子を見に来ましたわ。緊張してないですか？そういう時は手のひらに人って書いて飲み込むの。あとは何かいい方法あるかな。そうだ、手を貸してください。緊張で手が冷たくなっていると思って。こうして温めたら少しでも安心しないですか？ミーコたちもギューってするの。ほら、みんなで手をつなごう。皆さんであれば大丈夫ですわ。頑張ってください。それじゃあ、いってらっしゃい。よかったの。私たちも戻ろっか。ステージ楽しみだね。私たちも最初はあんな感じだったのでしょうか。こう、初々しいと言いますか。チューリップスの子たちガチガチだったもんね。あんまり自覚はなかったんだけど、
もしかして私たちってリリカルリリーとして成長しているのかな。きっとしてるよ。あ、ステージが盛り上がってるみたいなの。急いで戻るの。チューリップス、頑張れ。チューリップスの皆さん、まだ多少緊張されているようですが、でも少しずつ落ち着いてきてるみたい。チューリップスのステージ楽しい。マモ、体がうつうつしちゃうの。こっちの子たちも元気いっぱいなの。チューリップスとはまた違っていいですわね。みんなそれぞれ違ってて、でもそれが面白いね。インフォーフェスのこういうところ大好き。私もだけど、この中から一つのユニットが選ばれる。選ばないといけないんだよね。みんなそんなに素敵なのに。すみませんじゃないよ。すっごくいいステージだったよ。そうなの、ミーコたちいっぱい盛り上がったの。勝てなかったのは残念だったと思います。ですが皆さん本当に素敵でしたわ。あ、泣かないで。これよかったらハンカチ使ってください。負けは大事かもしれません。でも D4 フェスって、音楽ってそれだけが目的じゃないと思うんです。楽しんでパフォーマンスをしていた皆さんのステージ、私大好きです。私も見てるこっちまで笑顔になって、つい一緒に声を出したり踊りたくなったりして。そうなの、ミーコたちだって負けると悔しいなって気持ちがないわけじゃないけど。ですが、それ以上のものがあります。私たちは勝つためにリリリリをやってるわけじゃないの。それは、あ、ミーユさん、そろそろ私たちもメインステージに移動しなければ。あ、もうそんな時間なの。着替えて最後の確認して。チューリップスの皆さん、よかったら今から私たちのステージを見に来てくれませんか。よかった。うまく言葉にできないから、だからステージでパフォーマンスで私たちの気持ちをお伝えできたらって思います。どうされたのですか。チューリップスのみんな、ミーコたちのステージ見に来てくれるかなって思って。さっきはああ言ってくれたけど、負けて悲しそうだったから。うん、でも来てくれると思う。ミユちゃん、どうしてそう思うの。え、うまく言えないんだけど、なんとなく。強く、もちろんですって言ってくれたし、私も彼女たちは来てくれると思います。それに見てほしいです、私たちのステージを。うん、見てほしい。そしたらきっと。え、誰。あなた方はもしかして
はるなちゃん知ってる人？会うのは初めてですが、あなた方4人はバタフライ B さんですね。バタフライ B って？はい、私たちの対戦相手のユニットです。挨拶に来てくださってありがとうございます。今日はよろしくお願いします。ミーコ、こういうのなんていうか知ってるの？宣戦布告ってやつなの。そうなんですね、よろしくお願いします。一緒に楽しいステージにしようね。皆さんのステージ楽しみにしております。ミーコたち声を出す準備もできてるの。イエーイなの。ずっと練習してきたなんてすごいね。宣戦布告というのも自分たちを鼓舞するためのものだと思いますわ。どんなステージなのかミーコワクワクなの。ねえ、早く始まらないかな。はい、皆さんごきげんよう。私たちリリカルリリーです。今日はみんなといっぱいいっぱい楽しめたらなって思います。みんな準備はよろしくって。聞こえないの？もっともっと大きな声で、みんな準備はよろしくって。ありがとうございます。それじゃあはるなちゃん。はい、準備はできております。それでは皆さん行きますわよ。D4 フェスは好きなの。みんなでいっぱい盛り上がれる、すごく楽しい場所なの。競い合いがあるから上達もある。競争の原理は敗者を生みますが、だからこそそれぞれが工夫を凝らし勝ち上がろうとする、努力をする。それが全体のクオリティアップにつながり、結果としてユニット音楽の多様性が生まれます。それらを理解してはいるのです。いいことだとも思います。ですが、競争するのが悪いことだとは思ってないよ。でも負けて泣いたりする子を見るのは楽しい。ある程度成熟した世界には、競争でこぼれ落ちたものを忘れず救い上げる制度もきっと必要なのです。今選ばれなかったからって泣いたりしなくていいんだよ。変わろうとしなくていいんだよ。どこかにあなたを好きだって言ってくれる人がいるから。 D4 フェスは D4 フェスで、アリスガー音楽祭はアリスガー音楽祭で、むしろアリスガー音楽祭が D4 フェスの車の両輪となるように。そうすれば DJ が、音楽が、人々が、もっと幅広く豊かな世界が花開くのではないのでしょうか。だからそのために私たちは、あ、チューリップスのみんな来てくれたんだ。よかった。私たちは、私たちを応援してくれる人たちのためにステージに立ちたい。楽しんでもらいたい。笑顔にしたい。音楽をして楽しい気持ち、聴いていて楽しい気持ち、みんなと一つになれるこの気持ち、チューリップスにここにいるみんなに届きますように。
しかったね、今日のステージ。みんなもすごく盛り上がってくれて、みんなのよろしくってようが聞けて、ミーコ大満足なの。ステージの端から端までぴょんぴょんしちゃった。全力を出し切ったステージだったと思います。それに、みんな私たちのステージ見ててくれた？ありがとうございます。それで私たちどうでしたか？私たちもリリリリをやっていてよかったと心の底から嬉しくなりましたわ。あとほっとしちゃった。もしかしてチューリップスのみんながもう DJ なんてやめるって言うんじゃないかって。よかった、私たちの気持ちちゃんと届いたんだ。ここにいるのってバタフライビーのみんなだ。え、あ、ありがとうございます。私たちが勝っちゃったから何か言われるのかなって思ったけど、褒められちゃったの。バタフライビーさんのステージもすごく素敵だったって伝え損ねちゃった。今度改めてお伝えしたいですね。今回は私たちが勝ちましたが、バタフライ B さんのパフォーマンスももっと見たいと思いました。もちろんチューリップスの皆さんのパフォーマンスも。なのでやはりアリスガー音楽祭のようなイベントは必要ですわね。私もそれ思ったよ。ミーコもまたアリスガー音楽祭をするときはチューリップスの皆さんもお招きしていいですか？チューリップスも参加してくれるなら次は前よりも大きなイベントになるね。もしかしたら D4 フェスくらい大きなイベントになってるかもしれないの。そうなった場合、ステージの規模や敷地、日数についてしっかり調整しないといけませんわね。それくらいの大きなイベントを私たちで作れたらいいね。その時のために私たちも頑張りますね、みんな。はい。ハルキにめちゃくちゃ怒られたですぞ。しかもハルキのやつよりにもよってパパとママに言いつけるなんて。おかげで来月のお小遣い半額宣言されるし、これじゃライブも魔法 DJ もできないのだ。ほんとハルキは鬼なのだ。でもフォトンメイデンを取材したおかげで忍の言ってることが少しつかめた気がしますぞ。お、任されよ。いよいよなのだ。いよいよですな。別にそわそわとかしてないですぞ。このそわそわも武者震いみたいなもので、なんか背後から
ものすごく人の気配がするような。ふん。わ、わー。なの。なんだ、猫か。なわけあるか。あっちゃん、気づかれちゃったか。気づくのだ。そのまんますぎて秒で気づくですぞ。一体何の用なのだ、リリカルリリーのくるみ&ミーコ。また私にいたずらしに来たのか。やだな、ミチルちゃん、誤解だよ。そうなの、ミーコたちは別にいっつもいたずらしてるわけじゃないの。よく言うのだ、忘れたとは言わせませんぞ。過去、私のお菓子をパチパチキャンディーにしたり、頭のぬいぐるみを別の変なぬいぐるみにしたり。あれはゾンビさんなの。つぶらな瞳でとっても可愛かったの。ぐぬぬ、ね、それはまあ少し、ほんの少しだけ可愛いとは思ったが、でも私にはこのクマが一番なのだ。何人たりともそれだけは譲らないのだ。くるみさん、みーこさん、見つけましたわ。こんなところに隠れていたのですね。やば、はるなちゃんに見つかっちゃった。逃げるの。こら、お待ちなさい。舞台裏で走り回るんじゃありません。なんなのだ一体。まったく、あんなのがメンバーだと大変なのだ。大変だけど、大変ではあるけど。はあ、おかげで私の緊張がどこへやら吹っ飛んでしまったのだ。迷惑な奴らだけど、頼もしい側面もあるのですな。うむ、これは重要なのだ。うむ、フォトンの時とはまた違った発見なのだ。よし、忘れないうちにミチルメモに書き込むのだ。メモメモっと。これは今後のユニット作りに役立ちそうですぞ。おう、多くの皆の者がこの貝原みちるを求めて騒いでおりますな。やれやれ、求められれば答えてやるのが世の定め。ふんふんふん、今年こそルーキーステージで優勝して、この貝原みちるの実力を D4 フェスのものに、いいな、全世界に見せつけてやるのだ。